シェイクハンだけ考えてきてるんですよ。イサムの字が最後の一番、うん、あ、もうこれだけはもう忘れないけど、こいつが病院に運んだりやったやろ、茶虫、病院の御飯一切食べれんかったんやけど、ミギちゃんの茶虫だけ食べたいってリクエストしてくれたの。毎日茶虫をお母さん運んだ、こんなって俺さな、一人でママに結婚式に行けるってことはすっごく幸せやねんって。それだけ、あの、私も適当に生きてたし、80何歳に なって、孫の結婚式に行けることは、これは幸せなこっちゃと私は思うわ。その時が78でも28年間よ、あれやね、辛抱してきたな。辛抱してきたな。何がや、こんな贅沢のな、暮らしのな、28年間も。やらしてません、こんな幸せな。あの28年間過ごしたいぐらいやな。これから80年。それいらんわ。おばあさんがこの年まで、ともしらばまで、頑張って仲良くね、幸せに暮らしてほしいわ。ジョリさんと？もちろん、どうぞや。雨やみそやな。大丈夫。これでほんまに雨上がったら、お前すごいって言うだろうって言うと思ってて、でも 40%、50% ぐらい渡らない、ひっくり返すじゃん。すごいな。大丈夫、絶対晴れる。じいちゃんのおかげや。いやもうほんま、あの、ほんまそれこそお父ちゃん認めたのは、あ、イサムの叔父おってな。でも結構これ今回こうやって結婚するにあたっていろんな人を巻き込んでるけど、ほんまにお前は一番よく分かってると思うけどな、あの、ほんまみんなのおかげで、でその後お前何するか言ったら、何を返すか言ったら、やっぱり幸せだな、それが一番のお返しやって、お父ちゃんは思うか、私もそう思います。そんなお前も100も承知やるけど、絶対そこは絶対忘れたからね、こんだけみんなの人がお前のためにいろいろ動いてくれはったことを絶対忘れたから、これから返してなあかんの、分かってんねんけどな、人間って忘れがちなんよ、だからそういうことって、まあ喉元過ぎてこと忘れるからな、そこだけ絶対忘れたらあかんね。全然危ない。
付き合い始めてからもう丸8年近くが経とうとしていますね、はい。その間由美とは喧嘩もしましたが、由美はしょうもないことから真剣なことまで何でも話せる僕の最も大切な人です。そんな由美と今日こうして結婚式を迎えられたことをとても幸せに思います。これからも嬉しいことや大変なこと、いろんなことがあると思いますが、由美がずっと笑顔でいられるように、由美を幸せにすることを誓います。これからもよろしくね。おめでとうございます。やっとこの日が来ました。今日まで約8年間いろんなことがありすぎて語り出したらキリがありません。たくさんわがまま言いました。迷惑もいっぱいかけました。でも調理さんはいつも変わらず常に言葉を選んで話してくれました。チョリさんのすごいところは人のことを絶対傷つけないこと、人のことを悪く言わないことです。なかなかできることじゃないから本当に尊敬します。
今まで何度もチョリさんの優しさに支えられ、大変な時も乗り越えてこれました。今日この場を借りて、ある日誓ったことをもう一度誓います。自分ばかり幸せにしてもらうのではなく、私が一生かけてチョリさんを幸せにします。こんな私と結婚してくれてありがとう、ユミより。おめでとうございます。